はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今南インター倉庫の方に来ております。グランドピアノの調整、今大屋根をですね、2人で外して止めてるとこですね。結構大変な作業ですけど、このように調整をしております。実は今日は皆さんにお知らせしたいのは W102 という高級ピアノ、これが3台並んでます。なかなかね、中古ピアノで同じモデルを比較して買うっていう機会はないと思いますけども、同じものをね、お店に3つ並べたらスペース取っちゃいますから、やっぱり倉庫、うちの場合倉庫売りなので、倉庫でないとこういうのをね、なかなか倉庫言うてても見ることはできません。はい、これをちょっと比較したいと思います。同じです、同じモデル。まずこの一番右側にあるのが2158670、そして、真ん中にあるのが、2667490という番号、そして、3つ目が、これが2269499という番号ですね。この3台です。さあどう音が違うんでしょうかね。ちょっと聞き比べをしてみたいと思います。まず中音部、こんな感じ。こっちの中音部ちょっと太いですね、音がね。こっち、ちょっとこっちは派手な音ですね。同じモデルなのにこうやって、まあ音が違う。まあ木材でできてますから、響板のね、その響き方の違いとか、前回今まで使っていた方の弾き方とか、いろいろそういうのがあると思いますね。まあ好みのものをこの同じ102から選べるっていうのは面白いと思います。中古ピアノで比較して買えるって、同じモデルを比較できるってなかなかないことですからね。じゃあちょっと和音を弾いてみます。まず一番左の2269499の響きです。重低音ね、太い音がしてますね。じゃあ真ん中のピアノ2667490のピアノです。間違えてしまいました。先ほどのによく似たね、音ですけれども、ちょっとだけ明るいです。先ほどのよりもちょっとだけ明るい音がします。そして、一番右側2158670のピアノの音です。あ、全然違います。このピアノが一番明るい音がしてますね。はっきりとしたクリアーな音です。音の方は狂ってますのでね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、さあこの3台いかがでしょうか。どんな音がお好きですか。いや、この3台以外にもっと好きなのがあるという方は他の機種から選ばれたらいいと思いますけど、ヤマハの最高級グランド型譜面台、木目ね、そして足のあるタイプですね。101とは違います。こういうピアノを探している中で、比較をして、気に入ったものがあれば、ネットであればプチッと申し込みクリックをしていただいたらいいです。お近くの方はよかったら見に来てくださいね。京都南インターチェンジから車で2分ぐらいのところにあります。どうぞよろしくお願いいたします。本日はヤマハ W102 の比較映像をお送りさせていただきました。それではさようなら。